非常に使いやすいアイアンになってます。僕が大好きなアイアンの一つなんですけれども、プロも使用しているし、なおかつ、中級者でも使えるようなピンらしい優しさを備えた、アスリートアイアンという感じですかね。前作の i200 もすごいいいモデルだったんですけど、この i210 になって、一番の違いはここに入っている、これ中に樹脂が入ってるんですけど、でこのおかげで、打感が良くなってます。高自動アイアンじゃないのに打感はとても、しっとりと、しています。やはりよく練習する人だと特に、打ちごたえってやっぱり気持ちいい方が楽しいんですよ。練習も楽しいし、で、コースで行った時にじゃあ何がいいかというと、やっぱりね、適度な優しさが欲しくなるんですよね。 i210 ぐらいだと、適度に安定感があって、なおかつ適度に操作性がいい、そのちょうどいいところをうまいこと作ってるのがこの i210 というアイアンですね。まあ、買い替える人がその前に何を使ってたかにもよると思うんですけど もう本当にフォージドで、ヘッドがちっちゃいようなモデルを使ってた人がこれに変えると、わ、随分優しいなっていうふうに感じると思います。でその逆で、例えばピンでいう、G410 アイアンとか、ああいうのを使ってた人がこれに乗り換えると、今までこうドロー打ちたかったのに曲がらなかったのが、この210だと思った通りに曲がってくれる、でそういうこう球を操る楽しさを、与えてくれるのがこういうアイアンだと。こうゴルフに、熱心に取り組んでる人が、優しさと操作性と、打感の良さ、構えやすさ、そういったものを妥協せずに、手に入れられるのがこの i210 アイアンです。